フェズナ・アイユー主演の短編映画に出演決定。特別な出会いに高まる期待写真イコールカカオ M、セッピョルダンエンターテインメント女優ペド。がミスティックエンターテインメント以下ミスティックが制作するIU主演のオリジナルシリーズに出演を確定した。2日ミスティックは4人の韓国映画監督が手掛ける IU 主演のオリジナルシリーズにフェズナが出演すると明かした。フェズナは映画、秘密はない、ミス人参を演出したイ・ギヨンミ監督との縁で特別出演を決めたという。抜群の演技力と個性で韓国はもちろん世界の映画シーンの巨匠から愛されているフェズナは、今回のプロジェクト、で自身初の映画主演を務める IU と共演し、新しいケミストリー、相手との相性を届けると期待されている。フェズナは2017年に韓国で放送終了したテレビ N、秘密の森以降、麻薬王、キングダム、センス8に続き、8日に韓国で初放送される KBS2TV 新月日ドラマ、最高の離婚まで映画とドラマを行き来する精力的な活動を展開している。ミスティックは先月12日にイム・ピルソン、イ・ギヨンミ、キム・ジョング・アン、チョン・ゴーンの4人の映画監督が演出を務めて1人の主人公をそれぞれの視線で描く映画プロジェクトを発表した。